は続きです。さあ今回ですけれども変化球が打てない人におすすめな練習方法をやっていきたいと思います。というわけで変化球って打つの難しいですよね。はい、ソフトボールってそもそもピッチャーとのね距離もすごい短いですし、その中でまあ、チェンジアップがあったりとかライズボールがあったりとか、まあ、ドロップでバーンってしてね下にね落ちるようなボールがあるわけですけども、はい、まあ、これに対してですねそれぞれチェンジアップの打ち方、ライズの打ち方、ドロップの打ち方っていう感じで、はい、まあ、例えばバットを上から出すとかですね、はい、ドロップの場合はこう下からパッとねすくい上げるように打っていくとかですね、いろいろあると思います、はい、なんですけどもなんかいろいろやってるのに打てへんなっていうふうにねお悩みではありませんか。はい、それはですね実は皆さん大きく一つ見落としている超大事なねポイントがあるんですね。なので今回それをですね私が分かりやすく説明していきます。はい、これをやっていただきましたら変化球に対応できることはもちろん今までのバッティングもかなりパワーアップすると思います。最後に練習方法とかもお話しするのでぜひ動画を最後までご覧ください。はい、では早速やっていきましょう。キレがないはい、じゃあですね早速やっていきたいと思います。ズバリ何が原因で変化球が打てないんでしょう。ボールが見えてない。ピンポン、ピンポンっていうか半分ピンポンって感じなんですけど、今から言うことができてないからやっぱボールが見えてないっていうことがあります。はい、じゃあもう言っちゃいますね。皆さんが見落としているポイントです。はいはい、何が原因か、それはですね体が前に突っ込んでいる、これでございます。はい、例えばちょっとやってみますね。みんなの中でやっぱ体が前に突っ込んでるって言って簡単に言うと、まあ、こういうのって明らかに突っ込んでる感じがするじゃないですか。で分かりやすいからそうだと思うんですけど、中には体突っ込んでるからって思ってない人もいると思うんですね。はい、でも今からやります。これも体が突っ込んでますっていう形、これも体突っ込んでますから全然良さそうに見えるけど、多分やってる本人はあんまりこれで前突っ込んでる感じしてないと思うんですけど、前打ち終わりのこの形が特によく見る形だと思うんですけども、これぐらいでも前突っ込んでるっていう感じなんですね。前に突っ込むとなんでダメかっていうと、今見てもらったら分かる通りにこの体の軸っていうのがすごいブレてしまってるんです。はい、ここで折れちゃってるっていう感じなんですけど、そうするといつも通りのまっすぐの軸でぐるって回るスイングができなくなってしまって、前に突っ込むことによってやっぱ変化に対応する時間、間が作れないんです。なるほど。ちょっと一回やってみますよ。はい、ボールが来るのに対して自分から大げさに言うとこういう風に向かっていってるような感じになると、その分近くなってしまいますよね、ボールから。なので変化する頃にはもう体も開いて振り始めてるから、まあ、変化球に対応できないと。なるほど、こういうことなんです。なるほど。で今やったやり方って大げさにやってるし、はい、多分自分で前突っ込んだってこういう風になれば気づくと思うんですけど、さっき言ったみたいになんかこれぐらいの突っ込みだとあんまり自分で突っ込んでると思ってないと思うんです。でも突っ込んでます、私に言わせれば。はい、だから打てないっていう感じです。うんうん、本当に微妙な差なんだね。あ、微妙な差なんですよ、本当に。本当に微妙な差、なんか微妙な差すぎてちょっとやんっていう、そのちょっとがすげーでかいんですよね。うん、じゃあこれの具体的な解決方法をお話しします。ぜひやってみてください。はい、どういうやり方かって言いますと、この右足の上に自分の頭を乗せておく。で今ここに乗ってると思うんです。この右足の上に頭乗ってると思うんですけど、もうこの状態から頭の位置を動かさずにこのまま振っていく。で打ち終わりもこの右足の上に頭を乗せていくっていうことを意識してバッティングしてみてください。どんな感じかっていうと、やってみますね。
という感じでございます。この右足に頭を固定して打つっていうやり方をやると何がいいかって言いますと、まず今見てもらったようにですね、頭の位置がブレません。ブレにくくなります。そうするといつもよりボールを長く見れます。長く見れるのでストライクとかボールの見極めもやりやすくなりますし、もちろんその分ミート率っていうのも上がってきます。だから変化球に対応しやすくなるんですね。なるほど。今まではこの分自分から向かっていってるから変化に対応できる時間がないんですね、前に突っ込んじゃってるからもう振るしかない。見極める時間っていうのも少なくなってるし打ちづらいんですね。でさっき言ったように頭の位置もこんだけブレてしまってるんで軸回転っていうのができないから、まあ、鋭いスイングも難しいということなんでございます、はい、だから前に突っ込まないでこの右足の上に頭がずっと残ってるような状態でスイングしていくっていうことがすごくいい練習なんです。なるほど。さらに、はい、さらに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 ですね、はい、今私普通だったら、まあ、軸をぶらさない、うん、前に突っ込まないで軸をぶらさないで打ちましょうで終わりだと思うんです、はい、そこで終わらないのが続きんチャンネルですさらにすごいポイントがあって、それは何かって言いますと、右足の上に頭を置いてるんで、まあ、私が以前言ったことあるこのまず右の股関節に乗ってる感じっていうのを、まあ、最初からずっと意識できるので、なるほど、右足のこのこの内転筋を締めてくる感じとか下半身を使ったバッティングっていうのがこういうふうに右足の上に頭を乗せておくっていうことを意識するだけで、はい、めちゃくちゃ下半身使えるようになります。なるほど。そうするとめっちゃ力強いね、下半身を使ったまずバッティングができるようになると、だから打球がいつもより速くなります。強い打球がバーンって打てるようになりますし、何しろその変化球に対応する時ってやっぱり例えばチェンジアップだったら下半身で我慢してバンって打っていかなきゃいけないですね。それが普段前に突っ込んで打ってる時は上半身で何とかしようと思って結局打てないということになってるんですよ。わかります？はい。それがこの右足の上に頭を乗せておくっていうことをずっとね意識することによって、はい、めちゃくちゃ打てるようになるんです、はい、わかりましたか？なので下半身が使えないっていうことで悩んでる方にもおすすめですし、前に突っ込んでしまってるっていう人もこれをやってください、はい、かなり改善されてきます。じゃああれですね、変化球だけじゃなくて、はい、そこのポイントが全てのバッティングに必要ってことですね。はい、もちろんでございます。やっぱ体の軸をぶらさないとか下半身を使って打っていくっていうのはもうバッティングにな欠かせない重要ポイントです、はいはい、でここまで話聞いてたら中にはいやいやそんな後ろに頭残してやってたらエッパースイングになるやんエッパースイングになるやん絶対嘘やん続きって思った人もいると思うんですね。こう後ろに残してこういう風になっちゃうんじゃないのみたいなふうに思った人もいると思うんですけども、実際前に突っ込んで打ってた人が今のじゃあ右足に残して頭を残して打っていこうって思った時にすごい反ってるような感覚はもちろんあると思います、はい、だから一回自分で今私がやってるみたいに動画を撮って見てみてほしいんです実際の自分を、はい、うん、そしたら意外と自分の中ではすごいのけぞってるような感覚になると思うんですけど、はい、見てみたら案外普通だったりすることもあります、うんうんうん、だから一回確認してください、はい、もちろんだって最初普通に打ってる時っていうのがこういう風に前に行っちゃってたら頭残そうと思ったらこんだけの差があるわけですから、うん、実際結構違うね、反ってると思うと思うんです。逆にそれぐらいじゃないと変わってないってことじゃないですか、うんうん、最初にやってる形と今頭残して打とうと思った時にそんなに変わらないんだったら突っ込んだままってことですから、なんか反ってるなって思ってるぐらいで正解だと思ってやってみてください、はい、であともう一つ、もし動画を見てもやっぱ下から出てるよなっていう人はもちろん、まあ、レベルスイングになるようにね変えてもらいたいと思います。
でその時は多分、まあ、上から動きすぎなのかなと、もっと下半身を意識して、下半身からこう振り出してって、ここをまっすぐ回す意識でちょっとやってみてください。まあ、ここをねすごい詳しく話すとね、動画がもうめちゃくちゃ長くなってしまいますので、はい、まあ、そこはちょっとやっていただいていいですか。はい、じゃあですね、実際に練習方法もお話ししていきたいと思います。まずやってもらいたいことが、この右足の前にこのように線を引いてください、はい、自分が見えるようにまっすぐブーっと線を引くか、まあ、棒とか印を置いてもらえばいいです、はい、でこの状態で自分で視界の中にこの線とか何か物が目に入っている状態で、こっから打ち始めます。打った打ち終わった時にパッてまた見て、線よりこう前に行ってしまってないかっていうのを確認してください、はい、このバッティング方法がおすすめです。ちょっとやってみますね実際に、はい、はい、でこうやって見ると、こうなってたらやっぱり離れすぎてると思うんですね。あ、じゃあもうこれ前行きすぎやっていうことで、またこっから、あ、こんなになんか後ろ残すんやみたいな、うんうん、自分でチェックしていくんですね。そう、分かりやすいと思います、この単純なことなんですけど。そして前に突っ込まない練習もう一つは、このように今 T やってるんですけれども、まあ、投げる人にですね、まあ、5球に1回とか3球に1回とかランダムに投げるふりして投げないと、これをやってもらって自分のその内に行って止まる形がこうね前にうってなってないかっていうチェックをしてみてください。じゃあお願いします、まあ、線引いたんで、はい、ここで ということですね。分かりました。ちょっと今自分に驚きの、なんで驚きなんてなんかなってまうかなと思ってたけど、ならへんかったから、やるやん自分っていうおーっていうことですよ。なんかダサいなほらなんかそれも自分でチェックしてくださいね。はい、で、ま、投げてこうへんやろうとか思って待ってたら投げてきて、こんなんなったらダメですよ。はい、はい、はい、おー、はい、はい、おー、全然動きません、さすがです。ごめん。そして変な球が来ても打てる、これでございます皆さん。これは打ち合わせなしでやってますからね。ザなんか今さ違うかなかった、チェンジアップみたいにしたよな。え、絶対したんて。おおって、しかもこんなとこに。それに対応できるんですか。したじゃん今ね。えい。よっしゃい。という感じです。今回その前に突っ込んでるっていうのを直すためには、この頭を右足の上に乗せたままこうやって振っていくっていう。これをぜひやってみてくださいということです、はい、ね、かなり下半身使いますし、このタイミング取っていくこの左足の使い方っていうのもですね、いろいろ工夫するとめちゃくちゃいいバッティングフォームっていうのが自分で身につくと思います。これはいい感じに皆さんの打率を上げてしまうんではないでしょうか。ぜひやってみてください。はい、はい、というわけで今回以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします、はい、本当にお願いしますはい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。